はい、どうもです。なそびチャンネルのコーチです。今日はね、僕がまあ言うたらあの野遊びの、動画ですよね。で、使っている機材の方を、まあ言うたらあの動画機材ですよね、撮影機材の方をご紹介していこうと思います。今見えているね、カメラ、カメラの方が、ソニーの α7S3 ですね。暗闇暗所に強いと言われている部分に、レンズが、これが、マクロレンズやったかな、なんかちょっとはっきりしたことは覚えてないんですけども、を使っています。で、雲台の方は、ザハトラさんのエース、これは L やったかな M やったかな、ちょっと確認しますね。よいしょ。ちょっとわからないですね。確かエースの L やったと思うんですけども、そちらの方を使用しています。で、まあ雲台ですよね。で、三脚の方が、ジッツォ、イタリアメーカーなんですけども、こちらの、型番が、よいしょ、 GT の 4543LS、 まあ言うたら4段の4型っていうんですかねの雲台に、こちらのザハトラをセットアップしているような状態です。この仕様ね、結構野鳥を撮ってる方とかが、使うような感じ。まあザハトラの方はもっと、いい雲台を使ってはる方はおると思うんですけども、僕はちょっと安めのエースを使ってました。でね、今回ね、新たに三脚の方を導入しました。それをね、今日はご紹介していこうと思います。でね、いつもこういうような形で、まあ、カメラ大体2台から3台、多い時で4台体制で撮影の方をしているような状態です。今日はね、またちょっとキャンプ用品ではないんですけども、お届け物の開封の方をしていこうと思います。こちらね、ちょっと、ずっと、まあ、届くの待ってたんですけど、これまあ正式な、販売予定日が6月やったのかな。で、まあオリンピック前ですよね。オリンピック前で、まあ5月の段階からちょっと欲しいなと思ってたやつなんですけども、やっと届きました。で、開けていこうと思うんですけども、まずこれね、何かと言いますと、撮影機材ですね。まあ結構ね、撮影器具詳しい方やったらご存知やとは思うんですけど、はい、出てまいりましたね。ちょっとね、ビニール邪魔なのでビニールの方に置かせていただきます。はい、開封したね、アクティブ、ザハトラのアクティブの、これは
アクティブ6っていうんですかね、6っていうんですかね、の方なんですけども、ここまではね、通常の、前の形ですか、アクティブじゃない方のザハトラとかでもここまではできるんですけども、これ以上ね下げることっていうのが今まではここにあのアダプターがあったんでできなかったんですけど、今回のアクティブからは、よいしょ、このようにね、わかりますかね、一番ぺったんこにできるっていうタイプなんですよね。最低地上高っていうんですかね。で、今までの、ザハトラとの違いっていうのは、水平をこういう形で合わすんですよね。今これで水平出しできてるんですけど、こういう形で合わします。ちょっと上げますね。で、今までの違いっていうのが、よいしょ、こっちも上げますね。はい、今水平出しはしてないような状態なんですけど、水平出しをする時のレバーっていうのが、今まではこの下に棒が出ててするんですけども、今回のアクティブに関してはこちらの方、これでボールがフリーな状態になるんですよね。で、水平出しをしてロックします。で、今ちょっとまだ水平は取ってないんですけど、今回の水平器がかなり見やすくて、こちらの方のカウンターバランスの方にも LED で、こちらのチルトパンというんですかね、こちらの方にもライトが入っています。で、これでまあね、僕はアウトドアの撮影をしてるんですけども、かなり役に立ってます。この辺が前のね、僕の持ってる、エースっていうんですかね、とは全然違う部類になりますね。で、僕はまあそのカメラ自体が あれやったんで、アクティブの8とか10は必要ないかなと思って6にしたんですけどね、かなり使い勝手はいいです。で、今ちょっと足の、あれは外してるんですけども、だから足が開いてるような状態なんですけども、いつもこういう風な形でキャンプの動画とかを撮らせていただいてます。またね、新しい機材が三脚ね、増えたんで、こちらの方とカメラ2台体制で、これ、今後も、キャンプ動画、アウトドア動画、まあ、野遊び動画ですよね。釣りにしろ、何にしろ、いろんな野遊びに関するものを撮っていきたいと思いますので、またチャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。